大きな橋の下竹山城跡っていう心霊スポットに向かってる、この近くの橋の下の放射トンネル、ちょっとこれ怪しいなと思って来てます。心霊スポットではありないし、全然関係ないんですけど、ここはと思って自分の感覚を試しに来て、ここに霊体がいるかどうか、幽霊さんがいるかどうかをチェックするために今ちょっと歩ってるんですけど、どうかな。落書きのする場所みたいになっちゃってますけど、誰かいますか？あれ？と思ってここちょっと怪しくねえかと思って車を降りてみたんですけど、上に大きい橋が通ってます。ああ、不法投棄してますね。いろんなものが捨てられてます。テレビ、なんだこれ、空気清浄機、パソコン、子供の遊ぶもの、すごいなこれ。一人の家の引っ越しが全部一つのものを置いたんじゃないかこれ。すごいね。さあどうでしょうかね、ここ。誰かいますか？スプリットボックスもかけてみましょうか。もしよかったら僕とお話しませんでしょうか。え？はいはい、女性の方ですか？ちょっと怖いですね、ここ。霊体の方いますか？もしいたら僕とお話してくれませんか？いいですか？名前は教えてもらうことできます？名前って、男性の方で、さっき女性の方入ってきましたよね。もしよかったら、こんにちは、こんにちは、ラキオって言います。あ、そうなんですよ。こんにちは。今滝山城跡に行こうとしたんですけど、その途中でここなんかあるなと思って寄ってみたんですけど、いますよね、誰か。誰かこちらにいらっしゃいますよね。やばくねって言いましたよ。やばくないって聞こえたんですけど、やばくないっす。やばいやつかもしれないですけど、やばくないっす。真面目っす。お話ししてみませんでしょうか。なんかこういうホワイトノイズっていう領域で、なんか霊体さんがいる、はい、世界とつながるらしいんですよね。
男性の方がよく来てくれますけど。もしもし。何歳ぐらいの方ですかね。42歳の男性の方ですか。なんか食べたいものとかありますか。好きだった食べ物とか。食べたいもの、好きだった食べ物とかあったら教えてもらえますか。カレーか。カレーですか。僕もカレー好きです。辛い方が好きですからね。僕めっちゃくちゃ辛いの食えますけど、僕はあのリーの20倍とか30倍食うタイプです。カレーか。僕あれスープカレーとかあんま好きじゃないですね。なんかスープカレーって、はい、あ、お一緒ですか。スープカレーってなんかあ の伸ばした水で薄めた感じしません。それがダメなんですよね。なんかシャバシャバなカレーとか僕ダメなんですよ。シャバシャバじゃなくて、やっぱもうドロドロのちゃんと家庭のカレーみたいな方が好きです。どういうカレーが好きですか。どういうカレーが好きですかね。甘口？甘口ですか。いや、甘いなら僕極論むっちゃくちゃ甘い方がいいっす。甘口だったら給食のカレーぐらい甘い方がいいっす。給食何が思い出にありますか。給食で出たもの、何か懐かしいものとかあります。なんか思い出に残る給食の献立とかありますか。僕はあの群馬なんですけど、 ABC スープっていうのがなんか不思議と覚えてますね。ABC スープっていうのが出てたんですよ。カレーが好きなんですか。好きな食べ物カレーですよね。あ、はい。カレーが好きなんですか。今女性の方が来ましたね。女性の方も入ってきてみますか。こんにちは、変なおじさんです。もしよかったら僕とお話してくれませんか。変なことはしません。変なおじさんですけど、変な会話はしますけど、変なおじさんですけど、変なことはしません。もしよかったら女性の方こっち来てくれませんか。嫌ですか。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、男性の方が守ってるっぽいですね。阿部ちゃんちょっと来て。阿部ちゃんちょっと来て。ちょっとうちの霊能者呼びます。うちの霊能者さんです。お前ソシャゲやってたろ。お前ソシャゲやってたろ。俺が一生懸命コミュニケーション取ってる時に今ゲームやってたろ。今なん勝ったゲーム。何のゲーム。いや軽く見てただけです。軽く見てただけ。課金してねえだろうな。課金はしてないです。ログインボーナスだけでやってるじゃんと。はい、来て来て来て。ほら当たりですよ。スピリットめっちゃ反動しますよ。いやいや。カレーが好きなんだって。カレーの話をして、はい、うん、終わりました。ということでもういいや。今日もう結構ここ
で満足、今すごい会話できて満足できたから、うん、秋山城あと行かなくていいや、帰ろっか。行けないですよね、うん、ありがとうございました。阿部ちゃんって言います。僕と一緒に回ってるものです。こっちも変なおじさんですけど、変なことはしませんね。よし、すごい響くんですよね。そう、変なことすんのよお前。変なおじさんだけど変なことはしませんって言わなきゃダメです。言ってみて。え、だから変なおじさんですけど変なことはしません、うん、そうそうそう。じゃあ今回、はい、待って待って、はい、ちゃんと言って。変なおじさんですけど変なことはしません。よし、よし、こんにちは、阿部ちゃんを連れてきました。仲良くしてあげてください。よし、頑張ってください阿部さん。もっとよかったらお話をしてください。お話をしてください。お願いします。どうか僕とお話をしてください。よかったら僕とお話をしてください。お願いします。 OK、 終わりという感じで、まあスピットボックスは勘違いもあるからな、難しいとこですけど、僕のもね、あのもちろんラジオの MC の途切れ途切れの言葉と喋ってんだよっていうのももちろんあるんですけど、まあ一応ね、やってる限りは信じていきたいと思います。三度の飯より雨が嫌い。どうも雨男のラッキョです。え、ね、ラッキョには雨が似合いますね。いやカレーだわ。ということで、また雨です。ぐちゃぐちゃの道を行っていますが、今日はお墓山という場所です。安藤氏っていう方のなんか山で、その方たちが眠る場所で、まあ無縁仏や何やらお墓がたくさん、山に、点々としているというお山だそうです。いわくは特になくて、うん、でもちょっと怖そうな場所なんで来てみました。皆さんと一緒に散策していきましょう。では行っていきたいと思います。すいませんね雨男で。